やってきました、北千代サッカー場。これはないよ。ありがとうございます。おつゆきです。お久しぶりです。やってきました、北千代サッカー場。今年も始まりました、2024年 J1 リーグ。今日は柏レイソル対京都サンガ FC ということでね、待ちに待った2024年の開幕戦です。早速ね、すごい熱い応援が繰り広げられております。今日ね、開幕戦ということで、開幕ダッシュ決めるために絶対勝ちたいと思います。柏レイソル頑張れ。今年から日立大にもホスピタリティボックスが設置されました。割り箸、スプーン、フォーク、おしぼり、クリップ、ヘアゴム、絆創膏、消毒液、爪楊枝、サランラップなどなど、めちゃめちゃ種類あります。ありがたいですね。このホスピタリティボックス、場所的には白熱地帯の裏、再入場ゲートの近くにありますね。
試合終了しました。いや結果としては悔やまれる日焼けになりましたね。ロスタイムギリギリで打ち返ってしまいました。でもね、作業のねスーパースペシャルゴールが決まりまして、あとはね攻撃のところでビルドアップとかもう少し成熟してくれば勝ち点重ねられるんじゃないかなと思います。まだまだこれからね長いシーズン続きますので、このシーズンもしっかり応援していきたいと思います。頑張れ柏レイソル。さあ本日は2023年シーズン限りで現役を引退されました元柏レイソルの大津由紀さんがご来場されました。一言ご挨拶をいただきたいと思います。まずは16年間の現役生活お疲れ様でした。ありがとうございます。大津由紀です。お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、日立市内に来るのも、ね、お久しぶりだと思うんですけども、改めて今日のこの雰囲気いかがでしょうか。やっぱりこのピッチとの距離感とサポーターの熱い応援はすごい見ていても気持ちいいですね。はい、皆さんの声しっかりと届いてますよ。それでは最後に、柏レイソルサポーターの皆さんに一言お願いいたします。本当にこういう試合はサポーターの力がすごく大切になってくると思うので、皆さんで協力して選手に少しでも頑張れるようにパワーを与えてもらえればと思います。応援の方よろしくお願いします。